知流劇場は愛知県知流市にあった劇場映画館。前身は1901年に開館した芝居小屋の篠野の目座。1926年に開館し、1975年に閉館した。知流市内を通る旧東海道のうち中町交差点移動の一部分は本劇場にちなんで劇場通りと呼ばれている。歌川広重、東海道53時。 池恋船五代目万道美の除菌生の地流は、池恋船宿として栄えた、東海道の宿場町であり、文政八年に出された、大阪版の芝居番付、諸国芝居繁栄数持ちでは、東方三段目に格付けされるように演劇の盛んな土地だった。1891年には常、芝居小屋の日吉座が開館したが、西三河地方で常小屋は、まだ珍しかったとされる。 1901年6月には、大村六三郎を雑として、壁海軍治流町に、篠野の目座が開館した。篠野の目座は、旧東海道に面していた。1909年には、池小船宿の旗子に生まれた歌舞伎役者である五代目、坂東美之助が治流に外戦し、篠野の目座で興行を行っている。五代目坂東美之助は、篠の目座での工業の翌月、隣町である、 敵海軍刈谷町の大黒座を訪れたが、大黒座での興行中に休止した。地流劇場に通ったという和田英作1926年には、篠の目座を建て直して、地流劇場が開館した。お年として7代目、沢村総重郎の、あこやのことゼめ」が上演されている。1945年から1951年まで、地流に疎開していた洋画家の和田英作は、 しばしば地流劇場で感劇したという。戦後の1950年には座席を様式とし、映画の常設館に転換した。1951年には国道1号のバイパス工事が完成し、国道1号が旧東海道からバイパスに移った。1953年の地流町には地流劇場とオリオン座の2館があり、2館とも広くに問わず上映していた。 知流劇場の座席数は986席であり、これは豊橋市や岡崎市も含めた三河地方の映画館の中で最も多かった。1955年に知流第1劇場が開館したことで知流町の映画館は3館となった。日本の映画館数がピークを迎えたのは1960年であり、この年の知流劇場の座席数は3館の中で、 最も多い750席だった。地流劇場は日活、東方、新東方の作品を、地流第一劇場は東映、小畜、大英の作品を、地流オリオンは洋画を上映して、住み分けを図っていた。加藤競争の結果として、1961年には地流オリオンが閉館。1975年には地流劇場も閉館し、跡地は駐車場となった。 カリヤ氏、チ流氏の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ABC、全国映画館、騒乱1953年版時事通信社、1953年、ABCD は元検事、牧野守監修、映画年間戦後編別冊全国映画館6962本図書センター、1999年、P139AB、 西三河根弱写真集受輪者2006年 ABCDEFGH 写真集明治大正昭和地流国書観光会1980年刈足美術館近代洋画の巨匠和田英作展刈,刈足美術館2007年 P86ABC 壁階の昭和受輪者2012年ありがとうございます